今回もエルカップ女優の田野優さんにご出演いただいています。よろしくお願いします。あ、ラビットのポーズで田野さんのエルカップって意味だったんだね。全然指に目がいかなかったです。すみません。今回見すぎ。申し訳ございません。失礼いたしました。のりさん、ラビットのスタジオってどんな雰囲気なんですか？そうね、いや出たことないから、あんな冗談じゃない、こんな朝から終わらなきゃ照られるかって俺は昼過ぎじゃなきゃダメなのよ。初体験はいつの時ですか？初体験が中2の時、あ、中1かな、中1の時で、野球部の彼とピエラまでしました。ちょっと待った、すいませんね。中1で、ごめんなさい、ごめんなさい、大したこと言わないかもしれない、中1で野球部に行った、おいおいおいって話じゃないですか。しかもジェスチャー見た、今のタノちゃんの、あの想像しちゃうね。歌ってんじゃないんだから、歌ってんじゃないんだから一番卑猥です、これ。え、その野球部は レギュラーとかそんな感じだったの？全然全然、その大した選手ベンチの、そりゃ無理だよね。中1で出会ってしまったらもう野球に力入んないよ。そうだわ、野球に。でも絶対そりゃそうだわ、ね、幻を起こしちゃってるかもしれない。だからそう思うとプロでも女性好きでね、活躍してる人ってこれすごいよね。だからプロで遊んじゃうんじゃない、アマチュア時代はちゃんと野球に集中して。いや無理よ、中1でこんな田野さんみたいなのと付き合った、無理、夢中になっちゃう。田野さんと出会っちゃったら無理よね。だって打席立った時点で勝ってると思うもんね、もう相手に。打てなくても、まあ弱いよりは、ね、でも打つ打たないじゃなくてもこの後田野さんとって考えちゃったから、そうだよ、早く終わんねえから、早く終わんねえから、初球から行こうしかねえもんな、こっちのバットじゃなくてこっちのバットだね。こいつはいい、こいつはいいよ。でも今までっていうのはどういう流れだったんですか？でも森みたいなところで遊んでたら、どこで遊んでるんですか？どんな遊び？なんだ森だと思って、一緒に歩いてて森 あるなみたいな。で、まあ、チューして、その後3回くらい加えましたね。3回も？どういうこと？その、トータル3回？トータル3回くらい、やっぱその一定の森のところで。それはどうだった？それは初めてやっぱ見たのでちょっと結構気持ち悪かった。チンチンがね、チンチンがちょっと苦手と思ってたんですけど、まあ、変なキノコこっちにも生えてるんだなみたいな、やっぱ森なんで、見つけた、変なキノコ見つけた。自分たちから出してるよ、こんな。キャーじゃないでしょ。その後エッチしたのはいくつですか？高1の時のバイトの先輩です、うん、何のバイト？ファミレスです。お待たせいたしましたみたいな。キャー、可愛すぎて大繁盛じゃない？いやでも確かに大繁盛したかもしれないんですけど、入った時私1300円で時給聞いてて、うん、ただ入った2ヶ月後ぐらいに1100円されたんですよ。なんで下がってる？上がるんだったら分かるけどね。上がるんでしょ、こりゃ。下がるんですよ。何したの？別に特に何もしないんですけど、ただ募集してるから高くしてただけで、入ったら安くされちゃって、ちょっと時給目当てで入ったのにな。いや、ひどいよね。そんなあれじゃない、その店長がもう嫉妬したんじゃないの、みんなして。みんなして、田野さんで、そなんかもう、本当は俺が田野さん狙ったのにと思って。でも、その時にストーカーとかも結構大変でした。ファンがストーカーになっちゃうパターンが。あったりもしてました。それ注文はタノちゃんとかにわざと言うみたいな？あ、もうほんとそんな感じです。絶対に私なんですけど、ミルクティーとか L サイズって言ってくるんですよ。うわ、意味深だよね、それ。でもそれでもそういうことじゃん。L、 いや M、 ミルクティー、いやいや、そ SML、 そんなんだ。もうそこまで分かったの、これ L サイズだなって分かってましたかね。ちょっと被害妄想でかかったような気もしますけど、もうそりゃ逮捕ですよね、うん、その時に相談に乗ってくれたのが初体験の先輩とか？そうです、そうです、そうです、ちょうど先輩が ストーカーの相談。いや、そいつが雇わしたかもしれないよ、なんかよくありがちなね。そっか、計画的犯行だったのか。計画的犯行ですよ、汚い先輩だな。初体験はどうだった？すごい気持ちよかったです。あ、気持ちよかったんだ、はい、入れた時もなんか全然痛いとかそういうのはなくって、うん、気持ちいい、ハマりました。ハマってしまった。普段搬入とかしてるから、やっぱりバイトでとか。何言入れるの得意ってこと？うまいのかなみたいな。バイトの先輩がうまいなんて聞いたことないでしょ。そうなの、ね、
彼氏は嫉妬しなかったんですか？そこまで嫉妬してなかったと思います。全然勘とかは大丈夫だった？勘はありました。結構多かったです。電車とか今もそうなんですけど、今でもこうやってるとここやっぱ目立つんで、そりゃ目立つ、ね、わすごい。後ろからこうとかも全然あります、今も。そんな大胆に来るの？全然あります、全然あります。それキャーでしょ？キャーなんですけど、若干もう慣れちゃって、あ、またかーみたいな、あいつまた触られてんなみたいな、ここちょっと困るなみたいな。そういう時はなんか言うの？いや、もうなんか時間がやっぱ規則正しく動きたい人なので、まあ、その時は普通になかったことのように行きます。遅刻とかしたくないから。絶対に嫌なんで、そこは。でも周りの人は助けてくんないもんなの？助けてくれたこともあった？ないですね。ないんだね。初めて。俺とかだったら絶対自分が触れないイライラから、何触ってんだって言いますけどね。本当ですか？じゃあ私の隣ずっといててください。いや、それは触っちゃうかもしれない。やめて、ダメだ。ねえ、今日のりさんすごい楽しそう。今日乗ってるね。じゃあデビューしてからはどうですか？そうですね、知り合いの男性から、まあ、やろうよって連絡が来るんですけど、やっぱそこは断りたいんですけど、あえて、まあ、時間があったらねとか。あら、ちょ、期待しちゃうんじゃない？これは狂わせるよ、もう。友達に言っちゃえ、俺実は今度やることになってんだみたいなこと言いたかったね。今順番待ちしてんだ。お前らだけに言うけどかなんてちょっと得意げに言うなよってお前すげえな、いやいや、しょうがない、向こうからだとか言ってなんかね、言っちゃうな。待ってるよ。待ってたら生き地獄なんで、ずっと私のこと考えてくれるんですよ。狂わせる。あざといね。私も計画的犯行でしたね。悪いよ。確かに。しっかりのって言わないと。撮影はどうですか？撮影が私の顔ぐらい大きいデカさんをやった時はすっごいびっくりしたりとか、なんかいろんなハプニングが、ハプニングな、面白い感じの撮影だなってのあります。顔ぐらい、それってデカいでけえだろ。どうすかね。なんでね、あんたどこまでに、下唇まで届かないんじゃないの、あなた。あ、このぐらい、このぐらい、ポークピッツ、これでデカいなんだね。私の胸ってこんな感じの衝撃的なのかなと思いました。あ、やっぱり男優さんもびっくりするでしょ。うん、びっくりします。なんだこれ、確かに。そうだよね、お互い一回構える感じ、面白い、うん、お互い、うわ、大きい。こんなに大きいな。一回どう攻めるかって、お互いこう止まる瞬間がいいね。男優さんとかよく耳持ってほーほーみたいな、声が出ちゃった、すっげーみたいな。主観の時で声出しちゃいけないじゃないですか、男性って。でも、いついつい言っちゃう男優さんもいらっしゃいます。めちゃね。確かに。どうだ思います。しちゃうね。このエルカップ見たかみたいな。確かに。しかもさ、それをさ、聞くとさ、こっちもちょっと興奮度上がらない。上がります、上がります。すごい楽しいです。なるほどね。え、3とかも初めてした？初めてで、それこそ、まあ、ずっと入れられるじゃないですか。その時にもう、息切れが。息止まっちゃうぐらいもう激しくって、すごい大変でした。やっぱ3分ってなかなかこの世界に入んないとないから、ない、ねえ。他に何かやりたいこととかある？1対10とか、1対 10はすごいよ。めちゃくちゃにされてみたいです。わちょっとプライベートでめちゃくちゃにされるってないと思うので、なかなかないよね。まあ、10人ぐらい束なってかかって、おっぱいでちょうどいいかもしれない。確かにね、すごい大きいもん。まとめて面倒見てやるわってレベルですね。最高4人ぐらいだったらいけるかもしれない。あ、いける。まあ、まあ、垂れてるので、ここで1本、2本、3、4。すごいね。しっかり想像してるんだよね。ねえねえ、タヌちゃんはさ、下の毛どうなってるの？コジさん見習ってそのまま残してます。さすがです。なんか結構今の子ツルツルじゃない？多いですね。ねえ、どう？コジさんってやっぱりグラマラスで、なんだろう、大人な女性って感じがして、すごいかっこいいので、私も見習ってちゃんとボーボーに、ボーボボ、え、全ボーボー？全ボーボーです。うわー、すごい。一回も脱毛知らないです。ナチュラルな剛毛です。あ、なんかちょっとだけ整えるとかそういうのもなし、何もやってないです。あえて未開の地だ。確かに。
かにね、2階ずつまだ誰も踏み込んでない状態で、踏み込んでないで、これですごいね。ジャングルですか。だから森が好きだったんだね。あ、そうそうなんですよ。そうそう。そこらそんな高校じゃねえから。結構いい加減だね。新人ではエレンの3本目いっちゃうよ。